こんにちは、パーカークマだよ。このチャンネルは僕が思ったことや興味があることとかをお話ししていくよ。今日は次に来るかもしれないスイーツについてお話ししていくね。みんなはスイーツはよく食べたりするのかな？疲れた時はつい甘いものって食べてしまうよね。さて、面白いと思ってくれたらチャンネル登録と高評価をよろしくね。それじゃあ行ってみよう。その1、カヌレ。カヌレとはコロンとした形が特徴的で、ラム酒やバニラの香りが効いた生地を専用のカヌレ型を使って焼き上げるフランスの伝統的なお菓子だよ。昔からあるお菓子ではあるけど、中にカスタードクリームと生クリームが入っている生カヌレというのも出ているみたいなんだ。最近では専門店も続々オープンしていて、今年はさらに人気が出るんじゃないかなと思っているよ。その2、マヌルパン。マヌルパンは韓国の屋台で売られている進化系ガーリックパンなんだ。もっちりとしたパンにガーリックバターを染み込ませ、甘いクリームチーズを挟んで焼いているんだって。絶対にカロリー高いよね。低糖質が流行っているけど、その一方で去年はマリトッツォのような高カロリースイーツが流行ったよね。人気のパン屋さんでもすでにマヌルパンを売り出しているみたいだよ。その3、シャンパンシュガーボール。こちらも韓国の有名カフェソナでとても人気なシャンパンシュガーボール。円形の薄い飴細工の中にパンナコッタや食用花が収められていて、見た目がとにかく可愛いんだよね。ソナではふわふわのチーズケーキの上に乗っていて、いちごのソースと一緒に楽しめるようになっているんだ。可愛くて美味しいとなったら今後日本でも流行るんじゃないかな。今回は3つの次に来るかもしれないスイーツを紹介したよ。今後もゆるっと喋っていく予定だから、チャンネル登録してくれると嬉しいな。じゃあまたね。